素晴らしい。こんなに空港の真横にこんな蝶々がいるなんて、やっぱり宮崎すごいぜ。すごい。これで思いました。今回初めてのね、このね、遠征、宮崎遠征が僕初めてだったんですよ。もう全国各地いろんなところでいろんな蝶々を見て、いろんな人とつながっていきたいと思ったんで、地方の方でも都会の方でもいいんですけど、ここの蝶々見に来てよっていう方もぜひコメント欄でもいいですし、あの公式 LINE GBA でやってるんで、ぜひやってき、あのご連絡ください。はい、ここは宮崎空港。帰る前にね、ちょっとね、時間があったんで、ちょっと周りでね、蝶々探そうと思ったら、ここ。見てください。紫のランタナ、紫ランタナっていうのがあったんで、これは絶対蝶々があると思って見てたらですよ。すごいんですよ。こっから興奮します。すごいです。見てください。このセセリ蝶、このセセリ蝶どこ行った？どこ行った？どこ行った？このセセリ蝶、あれでしょ？このセセリ蝶。このセセリ蝶がブンブン飛んでるんですけど、セセリ蝶、黒星セセリというね、いつもの一文字セセリの白い点々が黒いんです。黒い黒星セセリがここボン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 いっぱい飛んでるんです。すごいです。これです、これです、これです、こちらです、こちらです、これです、これです、これです。黒いでしょ、黒いでしょ、あの点々が羽のところの黒星セセリです。素晴らしい。こんなに空港の真横にこんな蝶々がいるなんて、やっぱり宮崎すごいぜ。宮崎すごいぜなんですよ。素晴らしい。これは素晴らしい。もうちょっと興奮しております。こんなところにこんなね、珍しい、近畿では珍しい蝶々が見れるなんて、やっぱりいろんなところ行かないといけないなって、行きたいなって思います。あれは違うぞ、なんか何か来たぞ。あ、浦波市民ですね。浦波市民も来てたり、いろんな蝶々がいます。うわー、素晴らしい。紫ランタナちょっと欲しいな。これちょっと家帰ってこれなんか注文できないか、ちょっと調べてみようかなと思います。宮崎だらけで、地元だらけの宮崎空港からお届けしました。もう最高の最高まで、船じゃなかった、飛行機が飛ぶまで、飛び立つまで諦めずにね、いっぱいいろんなね、蝶々ね、見ていこうと思います。こちらもです、黒星セセリです。黒星セセリちゃん、ありがとうね。はい、続いてクロマダラソテツシジミっていいと思うんですけどね、多分そうだと思います。ここソテツだらけなんでね、クロマダラソテツシジミだと思います。この子は素晴らしい。クロマダラソテツになりました。これもまたね、空港だけで見れた新しい種類です。クロマダラソテツシジミ、ちょっともう一度調べますけど合ってると思います。はい、おー、向いてくれた、こっち向いてくれた。おー、ありがとう、サービス精神、サービス精神、ありがとう、ありがとう。はい、こんな感じです、こんな感じです。空港です。クロマダラソテツシジミ、ありがとうね。はい、後ろ見えますでしょうか。宮崎空港ですね。本当に宮崎空港のちょっとこの駐車場の横のあの草花見てて、蝶々見てるんですけど、すごいですね宮崎。やっぱりちょっとしたこの宮崎空港の横のセイタカアダチソウに、あ、タテハモドキとか普通にいるんですよ。やばい、宮崎やばい。これはちょっとすごいですね。ちょっとね、そちらの様子をね、ちょっと見ていただこうと思います。はい、見てください、ここに止まってるの、ほら、ここも、こっちもこっちもこっちも、あれ嘘でしょ、嘘でしょ。この子ね、この子、あれ、この子タテハモドキ、タテハモドキ、あの僕の憧れの蝶々であるタテハモドキが普通にこんなね、こんなって言ったら失礼ですよ。この用水路みたいな、このね、セイタカアダチソウの花とかに来てるんですよ。見てください。宮崎空港があって、その、ちょっとこの駐車場のこのスペース。このちょっとしたところに、タテハモドキが普通にいるという素晴らしいこの環境。いやー、ちょっと感動です。やっぱりね、こっちではこれが普通。やっぱり近畿とやっぱりそういうね、各地違うんだなっていうのは、これはね、思い知る感じですね。素晴らしい、タテハモドキです。いやー、ちょっと感動の宮崎で、もう最後の最後までね、今ね、飛行機待ちなんですよ。最後の最後までね、一種類でも多くね、新しい僕がこの目で見たことない蝶々を見れるようにね、今ちょっとね、粘っていこうと思います。最高の宮崎からお届けしております。はい、ということで宮崎。ちょっとね、感動でしたね。20種類以上見れました。今回2日間で20種類以上、約20種類かな、の蝶々見れました。いやー、宮崎感動だな。
いやーもうね、しかもあの名前はちょっとね今あれですけど、大島に行った時にですよね、あの宮崎の昆虫のトップの方と奇跡的に巡り合うっていうね、もう本当にそんな奇跡も起きたりとか、本当にねアテンドしてくださったね、あの宮口さん、蓮さんっていう方ね、あの概要欄にも貼ってきますけど、 YouTube もされてます。もうね整骨院されてる方で、もう本当に若いのに起業して成功されていてね、もう本当に熱い方でね、もうずっとね蝶々の話と帰りの車ではずっと熱い話をずっと、なんかこの中渕剛歌ったりとかね、もう熱く語りました。2人でもう楽しかったし、刺激めちゃめちゃ受けましたね。まだ僕プロ意識足らんとかね、まだまだできるっていうの思いちょっとね知らされたりとかめちゃくちゃ感じました。いっぱい蝶々飛んでるんです、ごめんなさい、ちょっと目に入ってしまって。そしてですよね、チチェさんっていう方もね、本当にアテンドしてね、あの下見までしてくださったんですよ。大島下見までしてくださった方もいて、もう宮崎の人みんないい人、宮崎最高、本当に蝶々も素晴らしい、人も素晴らしい宮崎でした。いやーもう素晴らしい。で僕はやっぱりね、近畿からそんなにやっぱり離れたことなくて、初めての宮崎だったんですけど、もう駅、この空港にね、かばって、縦葉もどきいるし、黒星せせりなんか初めて見る、ようわからんせせりいるし、もうすごい、これで思いました。今回初めてのね、このね、遠征、宮崎遠征が僕初めてだったんですよ。もう全国各地、いろんなところで、いろんな蝶々を見て、いろんな人と繋がっていきたいと思ったんで、もうぜひね、ここに来てよとか、この離島面白いでとか、うちのこの田舎いでとか、なんかこの地方の方でも都会の方でもいいんですけど、ここの蝶々見に来てよっていう方もぜひ、コメント欄でもいいですし、公式 LINE、GBA でやってるんで、ぜひやってき、ご連絡ください。僕行きたいです。もういろんなとこ行って、みんなとこ繋がって、蝶々を見て、蝶々普及活動、人もそれで喜ぶ、この蝶々のね、全国ツアー、これからやっていこうと思いました。もう決めました。もうね、ちょっと大紫の飼育があるんで、回れない時期ももちろんあるんですけど、やっぱり活動拠点は奈良なんでね、それでも、これからも人生かけて、いろんなところを蝶々見て、この蝶々の、わあ、いっぱい飛んでる。いろんな全国各地の蝶々の魅力もどんどん発信していこうと思うんでね、そういうご連絡もいただけたらなと思います。皆さん、楽しく蝶々のね、ことやっていこうと思うんで、ぜひ、一緒に楽しみましょう。一緒に蝶々やりましょう。子供さん、学校とかでもね、蝶々観察会やるんで、ぜひね、ご連絡いただけたらなと思います。はい、ということで今回は宮崎県の蝶々の旅でした。はい、また次回いろんな各地、全国各地でお会いしましょう。ではまた次回の蝶々の動画でお会いしましょう。蝶なら蝶なら蝶なら